ビューフォン博の肖像画ビューフォン博ジョルジュル・イルクレールは、フランスの博物学者、数学者、植物学者である。ビュフォンは、モンバールのコートドールに生まれた。父親は、ディジョンとモンバールの領主であった。彼は初はめ数学の分野で有名になり、確率論の分野に、微分や、積分の概念を導入した。スイスの数学者、ガブリエル・クラメールと手紙のやり取りをした。 モンテカルロ法のルーツとなった、ビュフォンのパリの問題で知られる。パリに出て、ボルテールラの知識人と交流し、27歳でフランス科学アカデミーに入会した。1739年からパリ植物園の管理者になった。ビュフォンが園長を務める間に、パリ植物園は、王の庭園から、研究機関、博物館、公園に変え、多くの世界中の植物を集めた。 1740年に、ロンドン王立協会のフェローに選出された。ビュフォンは、1749年から1778年までに36巻が、刊行され、ビュフォン没後に、ラセペードによって8巻が追加された、一般と個別の博物誌、イストワール・ナチャール、ジェネラーレイ・パーティクー・リターの著者としても著名である。これは、ベストセラーとなり、博物学や、 科学思想の発展に影響を及ばした。博物史の中の1778年に刊行された自然の正直レイポックス・ラ・ネーチャーの末では太陽系の起源について考察し、ビュフォンは惑星は太陽に水星が衝突して形成されたという説を述べた。また、地球の年齢を鉄の冷却率から7万5000年だと推定した。これは 17世紀のアイルランドの司教ジェームズ・ワッシャーが聖書の記述をもとに天地創造までの時間を計算して求めた地球の起源が紀元前4004年に始まるという説を否定するものであった。ノアの洪水伝説があったことも否定したが、自らが無神論者であることは否定した。ありがとうございます。